アリシューザ休憩巡洋艦はイギリス海軍が第二次世界大戦前に建造した軽巡洋艦の艦級本級はリアンダー休憩巡洋艦に次いでロンドン海軍軍縮条約に基づいて建造された条約型巡洋艦でもあった。ヨーク級重巡洋艦の設計思想を受け継いだリアンダー級、巡動警官のパース級であったが、 本級は球体化した前代戦時に建造した軽巡洋艦の大艦として多数建造するために主砲と一機を犠牲として関係の小型化を図ったクラスである。本級は植民地や船団の警戒、護衛を主任務とする汎用型軽巡洋艦として設計された。基準排水量は 約5000トン台に抑えられ、手砲は既存の15.2センチメートル連装砲塔3機で、速力は全球と同等の32ノット台を維持すべく、ボイラー数と燃料搭載量が減らされ、出力と航続距離は落ちてはいるものの、船体が小型になったため速度自体は低下しておらず、リアンダー級とほぼ同等の防御力を持っていた。しかし、船体の小型化により、 被害を受けた時のダメージの回復が弱く、実戦であえなく喪失している。股間戦力では日米海軍に劣ってしまっているが、そもそもロンドン条約が許容する限りの大型軽巡を整備した日米海軍に対し、イギリス海軍は植民地防衛のため、それなりの戦闘力と極めて高い居住、公用性を持つ小型多数主義を取ったことの差である。 1935年に取られたガラテア。本級は1930年に竣工したパース級系巡洋艦の設計を参考にした単線主楼型船体である。垂直に切り立った艦首から艦首艦板上に 15.2cm 速射砲を収めた連装式の主砲塔が背負い式配置で2機、2番主砲塔の基部から 上部構造物が始まり、その上に等型環境が立つが、エクセターに近似した低くて前後に長い環境の背後に簡素な観客式のマストが立つ。写真は本級のタイプシップとなったパース級の水蒸気施設。機関のシフト配置のために2本煙突は前後に大きく離され、その間は水蒸気施設となっており、 一番煙突の後方にクレーン一機と水蒸気を乗せた旋回式型パルトが一機ずつ配置された。これにより原則甲板上に配置された関西艇置き場の関西艇と水蒸気は運用された。二番煙突の後方に短脚式の後部マストが一本立つ。後部甲板上に後ろ向きに3番 15.2cm 連装砲塔が一機、配置された。高価化砲の配置は 水蒸気施設の邪魔とならないように環境と煙突の間に2 0 2トル広角砲を単装砲芽で片面に傷つ計4機を配置したが全部手法と弾薬庫が共通であったために球団に難があった。後期グループのペネロピ、オーロラは連装砲芽で4機8門で対空火力が増した。 戦隊中央部の原則甲板上に 53.3cm、魚雷発射管が3連装で、片弦1機ずつ、計2機配置された。写真は、シドニーの連装砲塔。手法は、新設計の、アームストロングマークマーク 2115.2cm、速射砲である。特徴としてはその性能は、同世代の連合側では、 軽い5 0 8キログラムの砲弾を行角45度で2 3 3 0 0ルという射程を得ており、射程1 1 4 3 0ルで原則走行7 6トルを貫通できる性能があった。この砲を連装砲塔に収めて3機を搭載した。不要能力は行角60度、深く5度である。旋回角度は単体守備線方向を0度として、 左右150度の旋回角度を持つ。発射速度は、カタログデータは、毎分8発であるが、実用速度は6発程度であった。写真は、マーク V10、2cm 単装広角砲。写真は、本級にも搭載された、トライバル級×アシャンティの、ビッカーズ 12.7mm4 連装機関銃。本級の広角砲は、マーク V10。 2センチメートル広角砲を採用している。1 4 6キログラムの砲弾を行角44度で1 5 0 2 0ル、最大行角80度で9 4 5 0ルの高度まで到達させることができた。単素砲がは左右方向に180度旋回でき、不行は行角80度、深く5度で、発射速度は毎分10から15発だった。 他に近接火器として、ビッカーズ1 2 7ト、mm、ル機関銃を採用した。その性能は0 3 7ラムの砲弾を行角45度で4 5 7 0ル最大行角で7 3 0ルまで届かせる能力があった。これを4連装砲画で2機を搭載した。砲画の不行能力は行角80度、深く10度である。 旋回角度は360度の旋回角度を持つが、実際は上部構造物により社会を制限された。発射速度は、カタログデータは、毎分450発である。さらに、手法では手に負えない相手への対抗として53、3センチメートル、魚雷発射管を3連装で、軽機装備した。アリシューザ級は1933年から1935年に、 かけて4隻が建造が開始され、1937年までに全4隻が収益した。もともとイギリス海軍が重巡洋艦よりも軽巡洋艦の建造を重視していたこともあって、イギリスがドイツに戦線布告した後は続々と、巡航する新英軽巡洋艦に混ざって、数軸国軍と戦っている。手堅い設計のアリシューザ級は、 本来の植民地警備用途には使用されず、本国イギリスの周辺海域や北海、地中海で艦隊の戦列に加わって戦った。1941年にガラティアが、1944年にペネロピがそれぞれ地中海で、ドイツの潜水艦の来撃で撃沈されている。防衛と反抗を行うイギリス海軍を支えたアリシューザ級であったが、アリシューザは、 第二次世界大戦終結時には慣例10年に達しており終戦に伴い除籍解体されたオーロラは中華民国に売却された世界の感染増加第46集ありがとうございます